認知症の人の実情を知り、介護士などの医療従事者が対応力を高めようという研修会が浜松市で開かれました。研修会で話をしたのは、50代後半で認知症となった三浦茂雄さん、62歳です。できないことに執着しているよりも、自分でできることを探していこう。普段の生活では、直前の記憶が消えてしまう、片付けができないといったことがよくあるといいます。まずは認知症の方が生活しやすい、生きやすい環境になるといいな。研修会には看護師や介護士などおよそ100人が参加しました。